長学寺は奈良県天理市にある高野山真言宗のお寺で、開基は弘法大師とされ、本尊は阿弥陀如来です。寺では秋の極楽地獄図の特別御開帳が行われています。日本最古の歴史の道といわれる山の辺の道にある長学寺は、関西花の寺、そして釜の口さんの名で親しまれています。最初は大大和神社の神宮寺として創建され、最も盛んな時は48の塔柱が並ぶ壮大な寺院でした。地蔵院は唯一残った塔柱で、室町時代の書院造りの様式となっています。現在は庫裏として使われ、また当時の庭園があります。楼門は日本最古の正門で、勝手は上層には鐘をつっていたものです。創建当初から唯一残った建物とされています。本堂は天明3年1783年に再建された建物で、本尊の阿弥陀三尊や多聞天、増長天などを安置しています。本堂内部では加納三楽の筆による大地獄絵が秋に開帳されています。長学寺の地獄図は、大きさ、図柄の精緻さ、各場面の描写など素晴らしく、内容の豊かさでは貴重な文化財となっています。図の上部全体に縦横裁判図、中ほどおよび下の部には八大地獄などの情景が描かれています。そして住職から絵解きの説法があり、地獄は現在でも原爆や民族紛争による虐殺は現実に行われていると話されます。大師堂には弘法大師像と平安時代の不動明王を祀っています。大きな石仏は古墳の石材を利用したもので、2メートルもある如来の石仏です。
十三重の石塔は鎌倉時代のもので、西大寺の栄宗の供養塔と言われています。境内には鎌倉時代から江戸時代の石仏が数多く見られます。山の辺の道合いの長岳寺は、長い歴史とともに多くの仏像や地獄絵などを守り続け、広い境内には美しい平戸つつじ、秋にはもみじと花の寺、文化財の寺なのです。